毎月1日と15日に佐賀市にお住まいの方々のお手元に届くこちら司法佐賀1日号に関しては佐賀市秘書課の方々が自ら取材した記事が掲載されているんです。さてこの佐賀市の広報番組佐賀市からも元気の種と題しまして少し内容をリニューアルしました。実際に取材に行かれた佐賀市秘書課の方々と一緒にお送りします。毎月佐賀市にお住まいの皆さんのお手元に届くこちらの司法佐賀、自ら取材されました市の職員の方と一緒に撮影の裏話などを交えながら伺いたいと思います。今回お話を伺いますのは佐賀市役所秘書課広報係の土井千夏さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、私たち司法佐賀 の担当職員は毎月いろんなところに取材に出かけて、はい、いろんな人と出会いいろんな風景に出会うことで、はい、やっぱりこう元気をもらってるんですね。はい、でその貴重な体験をこのテレビをご覧の皆さんにもぜひ味わっていただきたい。でこのテレビを見てることで皆さんの心の中にポッと元気の芽が育ったらいいな、そんな種を巻きたいなという思いで、はい、この元気の種という番組にしてみました。紙面だけではなくその画面でもということですよね。はい、どうしても文字だけなんですが、はい、実際行ってみると、はい、とてもその現場の空気感だったりとか、うん、楽しい会話だったりとかありますので、うん、それをぜひお伝えしたいなと思っています。はい、今回はどのような方を取材されたんですか？はい、今回はティーンズミュージカル佐賀をご紹介したいと思います。ご存知ですか？はい、あ、知ってます。佐賀をこう拠点に活動しているミュージカルの団体さんですよね。うんうんうん、そうなんですよ。もう元気いっぱいの子どもたちなので、うん、ぜひご覧いただきたいと思っています。はい、実際に土井さんもカメラを回されて取材をされたんですよね。そうなんですよ。今回は、はい、ビデオカメラを私回しましたので、はい、それをうまく編集していただいてますので皆さんぜひご覧ください。はい、先ほども少しお話にあったんですが、ティーンズミュージカル佐賀というのはどのような団体なんでしょうか？はい、平成16年に結成されて今年で12年目を迎えられます。まあ、舞台は見たことないんだけれどもその名前聞いたことがあるわとおっしゃる方結構多いんじゃないかと思うんですよね。広く活動されてますね。そうなんですよ。今は下は小学2年生から上は高校生まで、はい、およそ30人が在籍をされているということです。廊下には、ね、今までの作品がずらっとポスターが掲示されてね、やっぱり歴史を感じますよね。はい、本当ですね。はい、そしてこれが今練習風景ですか？そうですよ。はいはい、でレッスンをこうインストラクターの方から一生懸命こう振り付けを覚えているところなんですね。5月に行われる福岡県でのライブのための振り付けなんですが、はい、難しいんですよ。そうですよね。はい、見るだけでも結構細かい動きもありますし、そうなんですよ。こんな小さい子たちができるのと思うんですけれども、はい、もう目が真剣。はい、で今映ってらっしゃった方が栗原誠一さんとおっしゃいまして代表の方なんですね。はい、まあ、子どもたちの居場所づくりをしたいという思いをとても強く思ってらっしゃいます。2003年ぐらいの時に知り合いのバレエのダンサーがいらっしゃって、その人と息が合っちゃってですね、でその前から不登校の子とかを集めて、うん、フリースペースみたいなのをやってたんですよ。でその子たちと接するようになったりとか、はい、うん、でやっぱり最近の子どもたちの状況とかで自分が何かできないかなというところと、うん、まあ、お芝居とか、うん、音楽とかいろいろやってたんで、うん、そういうのが子どもたちのなんかそういうね、うん、心になんか刺さってくれれば面白いかなと思って、うん、大人たちがいつも言ってるのは、うん、素敵な大人になってもらいたいねって言って、いうのが合言葉みたいですよね。だから素敵な大人になっていくっていうのが僕たちで、ね、手伝えるのか手伝えないのか分かんないですけども、一緒になんか仲間としてね、大人も子供もないっていう感じで、なるほど、うん、やっていけたらなと思ってますけどね。そして今これ練習されているんですか？はい、結構ハードな練習ですよね。そうなんですよ。もうどん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 こうリズムに乗って子どもたちの迫力が増してくるのが分かるんですよね。で、はい、こちら注目したのが石川かのんさんなんですけれども、小学校6年生ですね。6年生、一生懸命頑張ってますよ。可愛いですね。こうカメラを見てると頑張れ頑張れって思っちゃうんですよね。練習お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、どうですか、楽しい？はい、楽しいです。
2年ぐらいです。2年ぐらい、はい。どうして履いてみようと思ったの？とお母さんが子供の頃、うん、ミュージカルがとても大好きで、うん、で、あの私にミュージカルスターになってもらいたいということでここに入りました。ミュージカルスターになってお母さんを喜ばせたいなって思いました、うん、本当、はい、将来の夢聞かせてください。はい、将来の夢は劇団四季に入ってミュージカルスターになることです。はい、楽しみにしてます。ありがとうございます。あ、6年生なのにでもすごいしっかりしてますよね。ね、可愛い。お母さんのためにっていうところも ね、 本当ですね、大きな目標を持って頑張ってくれてます。で、廊下には子どもたちが、はい、私こういう風になりたいっていうのをね、文字に書いて有言実行なのかな。本当ですね。目標が書かれてるんです。とてもでも、ね、素敵だなと思いながら見てました。本当ですね。皆さんこう明確なんですね、将来の目標が。目がキラキラしてますもん。はい、でもう一人注目したのが、はい、熊うららさんです。もうティーンズミュージカルを引っ張っていってる存在の女の子なんですけれどもね。あの私もですね、実はお会いしたことがありまして、はい、結構あのしっかりされていて、なんかこうなんていうんですかね、キラキラしてますよね。彼女はすごいですよ。どうしてもティーンズミュージカルに入って何年ですか？5年目になります。5年目になりますか？はい。5年続くってすごいですね。どうですか？そうですね、うんうん、なんかもう気づいたら楽しくて、うん、あっという間に時間が過ぎちゃったみたいな。もう緊張して声が出なくなったりとかしないんですか？なんか幕が上がる瞬、上がる直前までは緊張したりするんですけど、上がったらもうすごいもう気持ちいいっていう。気持ちよくなる。はい。将来は、うん、今は宝塚音楽学校のに入学して娘役のトップになることです。はい。大きな夢ですけど、挑戦しがいがありますね。はい。はい。じゃあたくさんいるティーンズの後輩の子に頑張れの一言いただけますか？きついこととか大変なこととか学校との両立すごい、はい、忙しいこともあるんですけど、あの自分が強い気持ちで頑張ったら絶対に目標とかつかめると思うので頑張ってください。ありがとうございます。はい、はい、いかがでした？いや、あの私自身もなんか頑張らなきゃってなりましたね。思っちゃいますね、やっぱりね。はい、あの中でインストラクターの方に一生懸命こう振り付けを、はい、あの教えていただいてた場面があったと思うんですが、はいはい、実はあれあのインストラクターの方江上由衣さんとおっしゃるんですが、ティーンズミュージカルのご出身の方なんですね。そうなんですね。はい、今あの更新の指導にも当たって、で、まあ、アーティストとしてもいろんなステージに立ってらっしゃる方なんですが、はい、あの練習の時に子どもたちをあの一箇所に集められたんですよ、はい、であの江上さんがあなたたちの気持ちはどうなのっていうふうに、うん、上手になりたいの、このままでいいのっていうような感じで聞かれたんですよ、はい、あなたたちが、まあ、30人しかいないので、うん、ある程度頑張ればいい役もらえるよって、うん、でも そこにとどまらずに、うん、もっと頑張りたい、本気でストップに立ちたいと思う子はちょっと手を挙げてみてって言ったんですよ、うん、だからみんな目つぶってみんなが手を挙げて、もう私それ見た時に感動してしまって、この一見普通の子どもたちなんだけれども、はい、やっぱり高い目標を持ってるし真剣だし、だからこそこの迫力感動を与えられるんだなっていうふうに思って、すごく嬉しかったんですよ。もうじゃあ皆さんがもっと上に、うん、もっと上にっていう気持ちがとても強いということですね。そうなんですよ。もう今にとどまらないっていう気持ちが思ってるのって素敵ですよね。すごいですね。ちょっと見習わなきゃいけないですね。私たちも頑張らなきゃいけないですよ。はい、それでは続いて VTR の後半ご覧ください。はい、これはムツゴロウ広場なんですけれども、うん、はい、毎週金曜日に歌の時間といいまして、いろんなこう活動をしている子どもたちのステージがあるんですよ。あ、広いか。今日はまず高校生の10、15人で歌を歌って、でそれで男の子のギターを始めた子がいるんですけど、うんうんうん、その子が歌って、あとティーンズのメンバーの子たちも今日駆けつけてくれたので、あの2グループ出てもらって、ゆいまるさんが出てくれます。わかりました、頑張ってください、はい、ありがとうございます。もう準備から子どもたちがやるんですけれども、はい、そうですね、あのここの会場にこう制服で来て、うん、でちょっと着替えて、はい、で自分たちで今日はこういう衣装にしようねとか言いながら話し合ったりとか、うん、もうセッティングなんかも自分たちできちんとやって、はい、じゃあ手作りのステージという感じですよね。そうなんですよ。やっぱり日頃練習している成果を、はい、あの発表する貴重な場になってるんじゃないかなと思うんですよね。だって観客の方もいらっしゃいますよね。そうなんですよ。ちょっとお買い物帰りにちょっと寄ったという方もいらっしゃいますし、はい、実は固定のファンも、
中にはいらっしゃるんですよ。そうなんですね。はい、やっぱりこう街角でこういうイベントがあってるのって楽しくないですか。そうですね、いいですよね。いいですよね。気軽に見ることもできますしね。そうなんですよ、はい、子どもたちにとっても、はい、あの披露する場、貴重なステージだなと思います。なかなか拍手をもらう機会ってないでしょ。ないですよね、うん、ないですよ。やりがいですよ。ってやりがいになってるんだなと思います。でこのように歌も、そうなんですよ、ティーンズミュージカルではあのダンスだけではなく歌のレッスンもしっかりとされてます。はい、でこういうふうにギターを始めた男の子とかも披露する場があったりとか、本当にいろんな人がこうステージに立てるんですね。そうなんです、うん、そうなんです、ね、制服着たままですけど。本当ですね、可愛いですね。写真撮ってもらってね、嬉しいね。なんか、はい、嬉しかったです。前回、昨年に出演したミュージカルを見に来てくれてたみたいで、で今回音楽の時間あるよっていうことでまた来てくれました。あ、本当に、いや、いいですね。なんかこう交流の場でもありそうですよね。お歌聞いてどうでしたか。楽しかった。どういうとこ好き。お歌上手なとこ。かわいいとこ。かわいいとこ好きなんだ。将来のティーンズかもしれない。本当ですよね。憧れる力っていうのは強いですからね。ティーンズミュージカル佐賀です。一緒に楽しく活動する仲間を募集しています。一緒に歌って踊りましょう。待ってます。イエーイ。いや、改めていかがでしたか、取材されて。そうですね、はい、なかなかこう取材に、あの実は初めて私行ったんですけれども、はい、こんなにパワフルだっていうのも初めて知ったし、今度は大きなステージに立つ今度子どもたちを見てみたいなっていう感じもしますね。はい、まあ、年明けにあのミュージカルの予定があるということなので、はい、これからどんどんこう準備が進められていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、こんな感じになる予定で、特別に見せていただきました。あの5月の末ぐらいには皆さんのお手元に届くと思いますので、はい、どうぞお楽しみになさってください。はい、で表紙を1枚めくっていただいた見開き2ページに、今回ご紹介したティーンズミュージカル佐賀の皆さんの記事が掲載される予定ですので、うん、はいはい、どんな風になっているのか楽しみにしてくださいね。そうですね、あの VTR ではこう見られなかった部分もこの記事で、写真になるとまた違った雰囲気になるかもしれません。よろしくお願いします。私も楽しみにしておきます。ありがとうございます。トリさん、どうもありがとうございました。ありがとうございます。